アメリカででののに寸前の最底辺の輪です、えー、私の母はちょうど今年で、まあ、80歳なんですけども、まあ、若干認知症みたいなものもあるんですけれども私の賃金未払い、まあ、偽装請負ですね2ヶ月分それをまあ集金してあげると、まあ、言ってくださって くれたんですよあの、まあ、なぜ現金の集金というかというとですねあの労働基準監督署に私電話した時に国際コーリングカード使った時にあの給あ賃金はあの給与振り込みじゃなくてあの現金手渡しってことになりますよってもしあの はあのーまあ、状況がうまく進んだ場合で、え、えー、っと私思ってで、ここの会社はペイパルで払ってくれていたんですけどって言ったんですよ。で、ペイパルって何ですかって話になっちゃって、その監督官の人がペイパルのことわからなくてで、それで、あのー、ペイパルのもうスペルからもうを言って、あのー、P は えっと、ピーナッツの P とか、A はアップルの A とかって、そ,、まあ、そういうふうに。で、ペイパルとは何ぞやっていうのを説明しようとしたら、その国際コーニングカードが30分で切れちゃったんですよ。で、ああ、じゃあ現金手渡しと思ってで、それをうちの母に、まあ、言ったんですよね。で、そしたら、まあ、もちろんうちの母もね、ペイパルのこと分かってないんですけども、でも、 本当にあの相談に乗ってくれた人それぞれに状況を説明するのかなりもう面倒というか大変でしたね。まあ、ちょっと今回のビデオでは業界業種は言いませんけども、まあ、それはなぜかというともう私の前のビデオに、ね、たくさん出てるんでね、はいまあ、民泊代行メールのことなんですけども。で それで、えー、うちの母に、まあ、現金で、あの、集金ってことになるんだけど、って、そしたら、あの、ま、あうちの母は、まあ、ま、あま、関、関東から、中国地方、ま、あ住んでるとこは関東地方ですけども、中国地方に、ま、親戚の集まりがあるから、その、途中下車、新大阪で途中下車して、あの、 労働基準監督署に行ってあげようかって言ってくれたんですよ。で、あの中央労働基準監督署は、あの大阪城の目の前、それとも真横、真後ろ、ちょ,なちょっとあの、まあ割と駅前ですけども、で、そしたら、あ、じゃあ大阪城に近いんだったら、あの、簡単に行けるかもねってことで、で、それで私、あの、まあ。 証拠になりそうな資料を、えっ、ー、と、20枚っていうと40ページ、あの、裏表、両方とも印刷してるんで、で、それを、あの、送ったから、えっ、ー、と、その、神奈川県の実家と、えー、大阪の労働組合、あの、一人でも入れる労働組合と、あと、あの、 中央労働基準監督署に送ったからって言ってででそれであのちょうどやっとあの約3週間かかりましたね遅いなとか思ってまあなんか郵便局も人件費を減らすとかでちょっと遅いんですよ遅くなったっていうなんか YouTube とかニュースやらでなんやらかんやら言ってて。 まさか郵便事故ってことはないだろうとは思ってたんですけどもね。で、まあ、あの、というのもうちの母もやっぱり理解力がだんだん落ちてきてるんで、もう私も言ったんですよね。あの、お母さんも、あの、何も言わなくていい、何も説明とかしなくていいから、その郵便が紙40ページのもの、それが届いたらそれを持って、 その労働組合の人と待ち合わせてでその労働組合の人にも同じものを送ってあるからって言ってで、まあ、労働組合の人の話だと委任状なんていりませんよっていうおっしゃってたんですけど一応まあ委任状も入れておいたんですけどもねでもうそれがと国際郵便で届いたらあとはもうあのお母さん何も説明しなくていいからって。 って言ってただこの紙を渡してくれたら分かるようにあの労働基準監督署の監督官の方も、ま、もしかしたら私のことを覚えててくれてるかもしれないからって言ってでその80の母がねもう本当理解力がかなり落ちててあのなんかこう労基署と労働組合がちょっとごっちゃになってるで。 あの私に賃金踏,踏み倒してる人とあと私に暴言パワハラをした人ってあの別の人なのにちょっとその関係性がなんか理解しづらいみたいででも本当説明するの本当大変、まあ、このビデオでも、まあ、どれだけうまく伝えられたかわかんないですけど前のビデオとかで,であのもともと あのうちの親にとって、私はあのいらない子供だったんですよ、あのまあ、野球でいう三振、空振り三振と同じように、あのうちの両親にはあの3人の娘がいるんですねで、私が一番最後なんですよ。ってことは、まあ、あの当時、結婚っていうのは、 息子をもう切るためのものだったんで、見合い結婚で,で。で、特にうちの父は、あの小学校の頃満州に何年か住んでたんですよ、よあのなんか日本人があの満州に行って、それ引き上げてきたりとか、そういうこともあって、もう、男の子が絶対欲しいっていう、そういう考えの人で、あの、 私の姉、最初の姉、一番上の姉が生まれた時は、まあ、かあの、ストライクワンですよね、女の子だったから。残念があって、うちの両親、まあ、特に父親の方が。で、2番目の姉も、女の子だったってことは、空振り、ストライクツーですよね。また女の子だったのかって。で、最後が私なんですよ、私が生まれたの最後だから。で もう私が女の子として生まれたってことはスト,ストライクさんってことなんですよ。それでまあうちの家族も親戚ももうみんながっかりして。まあそんなんで私はあのいらない子だったんですよね、まあ。もしこれが、もし私が例えば20年前とかに生まれていたら、とか30年前とかに生まれていたら、あの、 まあもしかしたら、英自殺とか、英自って、生まれたばっかりの子供ってことでいいんですよね、多分ね。そういう自殺でもしかして、殺されてたかもしれないですね。あの、私、いらない子だったんで、で、私も、まあ、そうですね、何年かに一度はそういう、私はいらない子として、 常に扱われてきたってことを言ったら、まあ、うちの親はあのうちの近所の誰々さんなんかは、まあ、戦時中戦争中に生まれた女の子だったからなんか食べ物をあげないでいたんですってだけども食べ物をあげなかったのに23日経って様子見たらまだ生きてるから、ね、まだ生きてるよとかってであじゃあこの子体丈夫なんだねってあじゃあ育てようかって。 そういういい話もあったぐらいなのよすはまあそれは昔の方がそういうひどい話とかあったでしょうからで、まあ、私はいらない子だったんで、まあ、そういうふうにずっと扱われてたんですけどもまあ私もねうちの親のこと毒親だと思ってましたって、まあ、今でも思ってるんですけども、まあ、その母がねそうやって。 あのまあ、私が給与あじゃない賃金踏み倒されているところを、まあ、私のために、まあ、動いてくれるた立ち上がってくれるっていうことを聞いて多分うちの母が死ぬ前の最後の親不孝だなって私思ったんですよ。まあ、うちの親も あのあそれ精神的なそういうまあ多少のアビューズとかネグレクトとかはありましたけどもあのまあそういう就職とか転職とかあ,の、まあ、あんたはどうせろくなとこに行って働けないよとかそういうひどいことは言ったにしてもまあでも、うん、やっぱりあの。 そう金銭的なことではまあまあちゃんとしてるしてくれたんでまあ今回の「老う記書にあの老う記書にその封筒を持って私が揃えた書類持って」っていうのは、まあ、言ってくれるっていうことを言ってくれてそれはすごい感謝してるんですよ。でところがですねあのー 今回、あの、お金が、まあ、ほぼ、あの、9.5割ぐらい返ってきたんですよ、実は。ちょっとこれはまた別のビデオが必要だと思うんですけども、15分でまとまらないんで、あの、なぜ9.5割っていうかっていうと、あの、本来だったら、ペイパルの手数料は、また翌月、その会社が私に払ってくれるはずなんですよ。だけど、ちょっと私ももう、 疲れちゃって、これ以上なんか向こうにもなんかもう関わりたくないっていう、ちょっとそういう気持ちがあるんで、えっと、625ドルだったかな、ちょっと数字がつ、あ、じゃあ約600ドルってことで、で、それが、あの、帰ってきて、で、もちろん、かなり後味の悪い捨て台詞を言われましたよ。あのー、 でもなんかこう総裁とか言ってるんですけども、ね、総裁諦めてないみたいででもそんな私があのあパワハラなんて胸クソ悪いいかにも日本的なとかってそれが気に入らないそんな程度のことが気に入らないのかなとかでよっぽどその請負い人が悪質なことを例えば。 民泊のカーテンに火をつけたとか包丁持ってあぶれ暴れたとかそんならともかくそのホストの人が私に暴言吐くからそんな暴言ねこそんなの,あの我慢する言われないからもう今日でやめますってもうそんだけですよはっきり言って。でってことでね、まあ、9.5割帰ってきたってそしたらうちの母,母親はちょっとあの 気が抜けたみたみいで「まあ、そうなの?」って言ってあ「じゃあ行かなくても大阪の老費所に行かなくてもいいことになったのね」ってちょっとこう弱々しく言ってで私はまあ本当のところはまだ老費所に足運んでほしかったでもうあのー、その浪費所で大事なことは。 労働性の有無なんですよ指示監督とかあの在職教諭があったないとか、まあ、そういうちょっとテクニカルなことは置いといて私は本当は母に労基所に足運んでもらってうちの娘がひどい目にあった私も何日間も夜眠れなかったとかそういう大立ち回りしてほしかったですよ本当は。だけどうちの母の母 年齢とか考えるともう無理だしってことでねまあでもあの私をねいらない子として常に扱ってた母が多分これが私最後の母は死ぬ前の最後の親不孝だと思いますけど私のために動こうとしてくれた立ち上がろうとしてくれて本当にすまない。 って思いいましたね、えー、そういうことでございます、えー、ではあのー、いらない子供として生まれた皆さん親御さんが死ぬ前に一度はこういう愛情を感じる瞬間があるかもしれませんので、えー、でははい失礼いたします。